やっぱり注射って苦手ですよね。で、今までいろんな支援システム出てたんですけど、本当に使えないものばかり。でもね、ヤリスに追加されたトヨタアドバンストパークは本当に実践として使えるシステムになってますね。今ちょっと使ってみたいと思います。これ使い方簡単。スイッチを押すと、白線を認識して駐車スペースを見つけてくれて、スタートボタンを押す。で、発進こっするのからだ。駐ブレー車キはをステア外リしングて前に進関ししてます。は車がやってくれます。ドライバーはブレーキ操作ですね。クリープ現象で動かしますので。で、あるシス程度テめムどをがつくリターと、ンズにして、バックに入れるという指示が出ま交す。代で、しここます。からまた、ステアリングは車側がやってます。僕はステアリング操作は一切今していません。で、実に綺麗に、一発で入ることが目標らしいですね。で、左右の白線も均等に入れてくれるので、普通のドライバーより上手かもしれません。シで、フこれトで駐を車完パーキ了。ングにしてください。今までのね、システムと違って、本当に簡単に使えアるドのバンスで、トパーク本当をに終了しま楽しにでた。きます。これはぜひ試してみてください。